ユニバーサルモンスターライブロックンロールショーは、ユニバーサルスタジオジャパンのハリウッドエリアにある、ショーアトラクションである、オープン当初の名前は、ロッキンミッドナイトモンスターフェストであった、ショーのフィナーレユニバーサル映画から誕生した、怪人たちが繰り広げるロックンロールショー、ユニバーサルスタジオフロリダに存在した、ビートルジュースのグレーブヤードレビューを元にしている、ユニバーサルスタジオハリウッド、 ユニバーサル・スタジオ・フロリダにも存在したが、現在はどちらもクローズしている。ステージビートル・ジュース・ワイルドで、クレイジーな死人。ショーでは、司会進行を務める。このキャラクターのみ、ワーナー社から誕生。フランク人間の死体を材料として作られた容姿の、醜いフランケンシュタイン。ショーでは、ギターを演奏している、ブライト・フランケンシュタインの花嫁。ショーの終盤では、 人の頭蓋骨でできたマラカスを振っている、ドラッグ少女の血を好む、吸血鬼。ショーの終盤では、ステージ上部から登場する、ウルフィー満月を見ると変身する狼男。彼が歌う場面では、ステージ背景に満月が現れる、ヒップこのショーのオリジナルキャラクター。ホップとペアでダンスや歌を披露。髪が黄色く、服は緑色。ホップこのショーのオリジナルキャラクター。 ヒップとペアでダンスや歌を披露。髪が赤く、服は青色。モンスター登場 AD1928 ローキン、ザパラダイスオープニングロックンロールオールナイト、ウルフィーワームワイルドナイトブライドアイウィルサバイブ、ビートルジュース YMCA ヒップ&、ホップホットスタッフイッツレーニングメンフランクスムーズ、ドラッグリビン、ラビーダロカエンディングロックンロールオールナイト、ありがとうございます。